はい、皆さんこんにちは、リフォームの達人プロデューサー山崎徹です。今日のテーマですけれども、トイレも、コロナ対応、新安らぎ空間、綺麗快適節約というテーマでお届けしたいと思います。私のですね、チャンネルではですね、今住まいの変化ということで、コロナの、影響によってそれぞれの皆さんのリフォームに対する家での家中と呼ばれる生活意識ちょっと変わってるんですよね。昨日もお届けしましたが、玄関にマスクを置く例であったりですね、リビングでテレワークをしたりということで仕事の机がそこに入ってきます。さらにテレワークになってくるとあの問題出てくるんですね。今日はそういった、ある一つの、生活意識に変わったトイレに対するあの問題について、お届けしたいと思いますので、最後にですね、その提案の、商品、この商品、最新情報としてですね、ご提案させていただくんですが、とっても変わってますので、ぜひ最後まで見てください。すごいです。はい、私の、チャンネルではですね、システムキッチンの失敗しない選び方であったり、お風呂、トイレ、洗面、いろんな各種、住宅設備からですね、リフォームの現場調査、それから契約、見積もり、そういった見方までお届けしてますので、ぜひチャンネル登録していただいてですね、動画ちょっと見るの大変だという方は LINE 公式、Facebook、そういったところでも情報発信してますので、ぜひフォローしてみてください。はい、では早速いきたいと思います。昨日お届けしたのはですね、パナソニックさんのアンケート、生活意識の中で新しく増えた、趣味っていうんですかね、掃除片付け1位だったんですね。昨日のキッチンで料理についての、スタイル変わってきましたよということで、お届けしましたが、今日やはり掃除回数が増えた、ここにフォーカスしてスタートしていきたいなと思います。で、実際に新聞記事でもですね、テレワークのまた光熱費、この辺もやっぱりかなり気にされてるんですね。皆さん実際に今までであればですね、オフィスを使ってますので、照明とか電気、お水、気にすることなかったかと思うんですが、自宅がオフィス化になると結構やっぱり光熱費かかってきませんかね。エアコン、パソコンの回線、いろいろありますよね。今ですね、TOTO の方で、コロナ禍における、生活意識、行動に関する実態調査ということを実施しまして、こちらを発表してくれてるんですね。ちょうどですね、昨年、コロナの第2波、8月28日から9月1日までの約20歳から79歳の2197人の方、この方にインターネット調査してます。ここを見ることによってですね、いろんな生活意識が変わってきてるよっていうところを紐解いていきたいと思いますですが、まず大前提、今の自宅をリフォームして住み続けたい方、やっぱり4人に1人いらっしゃるんですね。コロナの、影響あってもですね、今の家をどう快適にするか、そういった、意識、これはやはり根強くあるということですよね。そしてさらにこの今の自宅をリフォームして住み続けたい方、そのあなたのですね、自宅それぞれのどの場所が一番リフォーム意識変化しましたか。これ第1位がトイレなんですね。やはりこのコロナの影響を受けて流行を経験しての意識調査ということですから、なぜトイレ、便器変わったんでしょうか。実はですね、その、新型流行を経験して水回りでどのような設備が欲しいですかということを、裏で、測ったとき、例えばキッチン、それから洗面、この辺はやっぱり自動水洗なんですね。やはり衛生的に保ちたいということ、そしてトイレなんですけど、便器内の除菌機能、やはりトイレって結構今外食とかコンビニ行っても結構コロナの問題で除菌について、ジェットタオルは使えないとか、蓋を、閉じて流してくださいであるとか、いろんなことをやっぱり注意されてると思うんですが、この除菌の一番衛生的に保ちたいという面で言うと、トイレは除菌で一番、そして自動水洗、そしてやはり節水というテーマも入っています。このあたりっていうのがやはりコロナ禍において、それまでも今までも商品としてあったんですが、なお一層注目されたということじゃないかなと思うんですね。トイレの方ちょっと、フォーカスしましたが、1位が除菌機能のついたトイレ、2番目が節水、やはりテレワークの問題ですかね。かなり、テレワークによって頻度が上がります。そして自動で開閉する便座がもう3位に来てます。昔はちょっと贅沢品というイメージあったんですが、やはりしっかりと閉じて、おく、
これがやっぱり必要だということですね。はい、ということで在宅時間増加に伴うトイレ、これも日刊工業新聞で、意識を調査してくれました。そうするとトイレのやっぱり掃除の負担、ここはやっぱり大きいわけですね。新型コロナウイルス感染者後、自宅のトイレの掃除活動増えましたかということで、N イコール310、310人の方に聞いて、約 40% の方がトイレの掃除が増えました。そうですね、やはり回数増えますから、その分、家族も結構多いとかいうこともあるかもしれません。あと家にいるんで、結構掃除が趣味じゃないですけど、きれいに保ちたいという意識、さらに高まったんじゃないですかね。では逆にですね、自宅全体にどういった、ことを、意識としてお持ちですかということ。これ、TOTO さんの2197に聞くと、やっぱりリラックスで快適な空間にしたいということ。これがもう第一位ですね。そして、安心安全な空間。まあ、これ除菌とかそういったことを含めてだと思います。そして、衛生的な空間にしたい。やはりお手入れ、しやすいっていうところは大きなポイントなのかなという。この第一位、第二位、第三位が、この、トイレだけに限らず自宅全体に対する意識ということになります。そして発売されることになったのが2021年、今年ですね、2月1日、 FD、こちらフロートデザインから FD って聞いてるんですが、宙に浮いてますよね、なんかこうリニアモーターカーのような形のトイレもついに浮く時代になったかっていう感じなんですが、まさにトイレが満を持して、この3つの問題、快適性、安心安全、そして、こちら、衛生的。これがまさに浮いているということなんですね。はい。住宅用壁掛けトイレ、フロートデザイン、FD ってなってる。今まで実はパブリックではそういうのあったんですよね。そして実はシステムトイレという形で、レストパルっていう最高級の、商品で、お部屋全体のようにトイレをする提案でもあったんですが、今回はそういったシステムトイレではなく、レストパルではなく、そしてパブリックでもなく、新たなフロートデザイン、浮くということ、ここに、より使いやすい機能を合わせ持ってます。はい、ということで、まずですね、ここですよね。トイレが見せたい場所になるなんて。このトイレ入ると、もうお友達来たら、ちょっとトイレ入ってっていうぐらいのトイレだと思うんですが、トイレも進化している、そのテーマ、ここの、FD に一貫して通ってます。では説明したいと思います。まずですね、手間を減らしてきれいに増やすということで、やはり浮いてますので、リビングからこうクイックワイパーで掃除しても、そのままストレートにダイレクトで。配管とかですね、いわゆる電気のコンセントもないんですよね。これが内部の背面のところに入ってますんで、もし子供が失敗した時だってありますよね。ああ、やっちゃったという形、なかったことにしてくれてですね、家族の気持ちもとても軽くしてくれる。こういった浮いているメリット、お手入れ性、清潔性、衛生面大きいんじゃないでしょうか。さらにですね、優しさまで備えているということで、夜こう来た時にも、なんかこう眩しいトイレに入ると大変ですね、下にですね隠し照明、間接照明が入ってますんで、光が優しくお出迎えしてくれて、まさに一番最初に住宅に求められるリラクシゼーションの世界がここに入ってくるんではないでしょうか。トイレ結構長い方いらっしゃいますよね。さらに長くなるかもしれませんが、特にこのトイレがリラックスする空間として、間接照明が入っている、ここも嬉しい、デザインだけではなくてですね、光のやっぱり癒しがあるということですよね。デザイン性もですね、キャビネットが2種類、ホワイトと、このダークブラウンですか、それと天板、こちらが10種類ということで、2種類のキャビネットと天板10種類でコーディネートができますので、私のセンス、いろんな形で、ダーク、ミディアム、ライト、ホワイトありますね。ここにやっぱりクロスも絡んできますし、他のアクセサリー商品であるミラーとか、紙巻き機、洗面ボール、こういったところを組み合わせしながら、独自のトイレ、カスタマイズ、できる商品というふうになっています。まさに私のセンス、見どころということになりますね。はい。ということで、心も浮かぶレストルーム FD ということになるんですが、ちょっとテクニカルな面もちょっと押さえておきたいなと思うんですね。従来のトイレっていうのが、向かって左側ありますが、洗浄レバーとか、あとコンセント、露出してますよね。実際に掃除するときにも、ああいったコンセント、配管、非常に邪魔っ気になりやすいですが、この FD に関しては、
この洗浄レバーとかキャビネットに収めますので、スッキリデザインが実現できているということで、全然フォルム違いますよね。はい。実際に背面のところですけど、システムトイレですと場合より非常に、奥行きも、収納がない分スッキリしていますということで、広さについても狭くなりませんし、キャビネットのこの上の高さ、ここも非常に低く収められているんですね。ウォシュレット、タンク、大便器、こういったものがあって、後ろに浸水栓、コンセントが入っている、こんな構造になってます。なんかプラモデルみたいですね。実際に一番のポイントっていうのはですね、このフロートするトイレ、ちゃんと保持できるのか、ホールドできるのか、倒れてこないのかということになってくるんですが、今回ですね、こちら、新築の場合はもちろん12ミリのところからですね、産業を入れて、こちらの方をしっかり保持するんですが、リモデルの場合、リフォームの場合ですよね、壁を壊すの大変ですよね、ということで出てきました36ミリの補強面材、いわゆる面で支えるということなんですね。これをですね、使うことによって実現した、工数を減らす、手間を減らす、この FD という商品の特性になってます。後ろにまず下地をポンと貼ってから、先ほどの、プラチック、プラモデルのようないろんな複雑な部材をつけるということで、いわゆる面自体でホールドする、面自体で、保持するという形になりますね。この辺が新しい考え方、36ミリ補強面材、これが大きなポイントになります。従来のですね、トイレに比べまして、先ほどもお話したレバー、給水、コンセント、こういったものがありません。さらにタンク式トイレ817、床からありましたが、これも750に抑えられてますんで、とてもコンパクトに空間自体が広く感じる、この辺がやはり見せたくなるトイレの特徴かなと思います。そしてアンケートにもありましたよね。お手入れ性、TOTOはセフィオンテクト100万分の1ミリでも平滑です。ツルツルです。もう本当にですね、平滑すぎるので、鉛筆であいうよって書けないんですね。鉛筆削らないといけないんで、ツルツルすぎる。そして、汚れ自体付着した汚物はですね、そのツルツルの平滑なところで引っかかりなく流れていく。従来の、トイレと全く違うところが、疑似、でなっている黒いああいった従来便器とセフィオンテクトのところで、ツルツルのお手入れ性、見て取れるかと思います。そして、縁出し形状。今ですね、もうトイレのこういった、まあ、拭きながら、拭ってこうお掃除しますよね。便器でガチャガチャガチャってやらないと思うんですが、これも本当に、実際に縁なしがないということで、トイレ掃除がスッと縁を拭いてもらうという形になります。トイレの掃除の仕方、トイレの掃除道具も変わってきましたね。昔はもう本当にコシコシコシってやってますけど、今トイレであれ使う方どんどん減ってるみたいですね。こういったトイレの、クイックシート、お手入れシート、これが使えるということですね。そして最後、トルネード洗浄を使うことによって、節水効果、少ない水で効率的に洗ってくれて流してくれます。大が 4.8、小、エコだと 3.4、もうどんどん5リットル切ってますね。昔から13リッターですから、もう約3分の1近くということで、年間まあ、本当にですね、試算いろいろありますが、年間1万円から1万2000円、いろいろまあ、使い方によっては変わってくるんでしょうけれど、今はですね、テレワークになったからもっと増えてんじゃないかなと思いますけどね。はい。特に、ご年配の方と若い方とトイレ行く頻度違いますよ。だんだん年齢が上がってきて、私も年齢とともにだんだんトイレ回数増えて、昔1日1回ぐらいしか行かなかったんですけど、びっくりされてたんですが、今かなり、数回行きますんで、水の節水ができる、とても嬉しい方多いんではないでしょうか。はい。ということでまとめになります。やはりですね、コロナによって快適性、それからお手入れ性、そして節水、この三拍子、どうしても必要なトイレなんだかなと思うんですが、私はやはり最後ですね、快適性の中に友達にも見せたくなるような、自分がそのトイレがあることによって家にいることにテンション上がりませんか？はい、ということで新しいトイレ、トイレが見せたい場所になるなんて、やはり新しい時代の登場じゃないですかね。浮いてるトイレ、近未来的です。ということで最後まで、本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。リフォームの達人プロデューサー山崎徹でした。また明日。